はい、今回は、実況対局を、したいと思います。はい、普段のね、対局の、感じでやりたいと思います。はい、なので、そこまで解説は、しませんが、はい。気楽にね、見ていただけると嬉しいです。そうですね、三々に入るか、閉まるかとかね、そういうことなんでしょうけどね。どうしましょうかね。あんまり打たないんですけど、ちょっと一間に打ってみましょうか。はい、最近の成績はこんな感じでね。はい、ちょっとここの連敗が響いてしまいまして、あと1回勝てば九段だったんですけど、はい、それを逃してしまいましたね。お相手はこんな感じですね。今回は覗きで打ってみましょうか。そうですね、こうやると一応手を抜いてね、打とうっていう作戦なんですけど。三々入りましょうか。押しが来たことによって、あんまりこっちからかかって、なんかね、こうやって広げるような打ち方はしにくくなったんですよね。押さえてぶつかって伸びたら難しい変化になります。はい、これは穏やかですね。最近こうやって堂々と打つ進行もね、増えましたね。白がね。
コースにつけて、桂馬に受けてつけっていう進行でしょうかね。まあ、つけでは桂馬もあるんですけどね。つけると跳ねて引いてこう伸びきられそうですかね、この碁だと。まあそれでもいいですか。切り打っといた方がいいのか、ちょっと迷ったんですけど、そうなんですよね。これもね、三々なくしてるんでね、いいかどうかと思ったんですけど、羽が来たことに来てもまだ手を抜けるっていうのが自慢の形です。今度ちょっとこっちからは行きにくいでしょうかね。
今度は超えれば、まあ一応取れるんでしょうかね。こう引いたら、こう這う予定です。まあ、今度はこっち打てるんでね。まあ一応ここを打っときましょうかね。ここ詰めもいいとこですね、相手から。ここも大きいですかね。ちょっとここ。ね、こうやってつける筋はあるんですけどね。
ちょっと薄い語形ですよね。この手がね、どうあったか。そうやって打つんですか。ツケみたいな手もね、まだありますからね。ツケは下がりで、言ってるそばから来ましたけどね。こうやると、まあ、コスんで渡ってっていう進行ですね。コスミツケで打つと、ぶつかって、まあ、どうなるか。しょうがないですかね。のぞきまではこうやる予定なのでと言おうとしたんですが、こうやりますか。まじ悪いですかね。
しょうがないですか。打ちたいですね。聞かないかもしれないですが。霧がどういうことになってるか。霧で打てばね、この霧があると思うんですけどね、覗きが効くと。ちょっと今覗いてみましょうか。やっぱ抑えてでは、you
そうですね、さすがに手入れますよね。かけときますか。当たり打っちゃうとね、このままで生きてるかもしれないので、ちょっと単に飛びました。当たりからゴツゴツ来られる手がありますか。そうですね。主張になればいいんですけどね、ならないですね。しょうがないですか。
の羽一本で打ってくれたのがね、ありがたいんですよね。まあ、この時に取るとね、目が豊富になりますからね。白、こういうとこは打たない方がいいですね。まあ、ただ形勢は苦しいですね。まあ、ここは当たりに対しては目を持って、まあ、2目取りが先手のところなので。これはもう打っといた方がいいですね。ここね、この石たちをどうするかなんですけどね。ここの付け越しがやっぱり薄いんですよね、まだ。ここをコスミツケて打つのはどうでしょうかね。それもあんまりですかね。手入れする形がないですね、あんまり。出切ってもらいたいんですけどね。出切ってはくれないでしょうかね。まあそういうのをね、打ってもらいたかったんですけどね。形を整えてという。
秒読みを始めます。一、二。一、二、三、四、五、六、七、八。こうかけようと思ったんですけどね。一、二、三、四、五、こうか六、けついで頑張る七、と八、は。九、十、二回残っています。さすがに厳しいですかね。地ができてしまっては勝てないかな、黒。一、二。三、四、五、六、七。一、二。ここ何かしたいですけどね。
1、2、3。手順がどうあったかな。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。ではこうやられちゃうんだね。つなぎでね、一応死んでるんですよね。最後です。1、2、3、4、5、6。最後です。1、2、3、4。これじゃ大したことないよね。
最後です。1、2、3、4、5、6、7、8、9。最後です。1、2、対局申し込みが入りました。うまく打たれちゃいましたね。どこが悪かったでしょうかね。やっぱこの手ですかね。堂々とちょっとこすい手でしたかね。2000打ってね。はい、じゃあそんなところでした。はい、長い間ご視聴ありがとうございました。はい、失礼いたします。